朝の体操ショーで。みずくちゃん、おはよう。よしよし。あ、はいはい、おはよう。おはよう、みずく。よしよし。うん。朝の体操してた。そうか。ちょっとブラッシングしようか。ねえ、みずく、ブラッシングしよう。今日はピカピカ。今日はね、暖かくなってきたからね、冷たいものよ。早くね。はい、誰よ、俺よ。なんでやねん。なんでやねん。ミルクやって。あ、疲れへんよ。泣きやん。食べるかな、自家製じゃないから。あー、自家製じゃないとミルク食べへんからな。いや、あ、一瞬食べた。飲んだ。飲み込んだ。薄いから一瞬やった。大きいな。ミルク噛むんよ。ミルクいい。ヒュン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 。噛むやで、ミルク。よし。あ、うん。食べた？一瞬噛んだ音したで。食べた？うん。うん、食べた。ミルクあれやな。自家製を食べてから食べれるようになったんかな、キュウリ。逆に。うん。昔市販の食べんかったよね。なあ。市販。美味しいよ、でペッて出せたよ。市販キュウリな、口入れても出してたな。自家製で食べさせたら食べたな。そうそう、食べたから、そっからキュウリ食べるようになったよね。ミルク、ちょっと新鮮なキュウリしか食べへん。グルメ。でも今はあれや。スーパーのキュウリも食べる。あれかな、キュウリイコール美味しいになったんじゃん。グルメやもんな、ミルク。グルメだ。知らんけど。食べることばっかりや。ずっと見てる上。あ、焼きすぎたな。はい。おお、すごい色してます。はい。その真っ黒だ。やりすぎた。やってしもた。今日は何だったっけ、名前忘れたわ。何、あれよ、こういうのが入るのあるよ、何だったっけ。なめろう。絶対違うやん。なめろうって生だしっていうか、これ焼いてるやん。何何何、冷や汁。あ、冷や汁ね。そう、冷や汁を宮崎の。そうそう、冷や汁作るからな。冷や汁ってでもなんかめっちゃ夏感、例えば夏感あるんやけど。え、今気づいた。まだ春にも至ってないのに。なあ、ミルク。いや、ニュースでさ、あったかくなりますって言って、もうコートいりませんって言ってたから、うん、じゃあ冷や汁にしようか。いや、早い早い。コートなくなってからの冷や汁が早いわ。だからこれちょっと氷入れて食べよう。もうキンキンやん。風邪ひくわな、ミルク。作りながら鼻水に打ってて。買ってたものはずっと作らんできん。なんでそんな早くに買ってたの、そんなもん。いや、なんか食べたくなった。のもっちゃん、冷や汁なんかそんな数えるほどしか食べてないけど。私食べたことない。ないんかい。いや、食べたことないから、ちょっとレシピ見て食べてみたいなと思って。うん、味わからんものを作ってるか。いや、パパわかるやん。わかるけど。だろ。だから、これ合ってるよ、言って。それはレシピ通りにやったら大丈夫やろ、なるよ。ほんまかい。え、なるなる。うん、やってみるく。いけるかな、みるくちゃん。これ骨が入っとったら取って。ひ、骨がいっぱい入ってるって。
しばしお待ちを。今日は大丈夫だよ。換気扇もうバリバリしてるから。うん。もう匂わんだろ。ミルク。全然やな。ね、大丈夫でしょ。焼き魚じゃない限り大丈夫じゃん。いや、焼き魚でいいよ。いや、焼き魚やな。完成したー。どんな、できた。できた、完成。食べましょう。はい。はい。嬉しそうだな、ミルク。いいことじゃないけどね。混ぜる感じなのかな。え、知ってるんじゃない。いや、知らん。知らない。いただきまーす。はい、たーちゃん。あ、うまい。お、うまい。うん。うまい、うまい。お、そう。あ、氷入れるの忘れた。入れんでええわ、寒いわ。あ、そうか。あ、美味しいよ。あ、そう。うんうん。よかった、ミルク。大成功。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。またねー。ミルクちゃんは、ママの冷や汁をずっと見とるわ。